そうはいかないよ。嘘？嘘じゃねえって。俺みたいなしっかり者がそばについててやらねえっと。クラピカの知り合いらしい少年に会ったよ。クラピカの顔をよく見せて。とりあえず命に別状はねえ。気がついたのか、クラピカ。シーラという女性が譲ってくれた。実際に外に出るには試験が必要だった。条件は24時間以内に。パイロと一緒ならどんな結果でも後悔しない。しても火の目は元に戻らない薬だ。汚れちまったじゃねえかよ。あんたらの方からその子。パイロが少しずつ貯めたお金。ごめんなさい、お願いです、許してください。でも俺火の目になっちゃったし。爺様の薬とすり替えたんだよ。128人全員が殺され、階段を登っている。夕日だ。夕日だと。川が見える。待て、まずはクラピカの目を取り返すのが先だろ。ハンターの情報サイトを使おう。その中のどこかに男のアジトが。キルは早速出発だ。あ、ここから見える範囲が全部トトリア地区。ありがとう。お前もしかして。女の一人旅は危険だからさ。キルアの目は闇を帯びているけど純粋だって言われているんだ。魂が消毒液と君の血の匂い。うわっ、なんであいつが蘇ったんだ。派手にやろうぜ。変か。名前は面影。面影。生前の記憶を失ってはいない。彼にはその悲劇がたまらないらしい。そんなくだらん趣味のために。危険な相手だよ。怒りは生きてる証だね。陰獣どもか。目を奪えって指示されているのよ。行くよ。ああ。ゴン。うん。早く行こうぞ。ビューティフル。俺は裏切らない。チルは。あったよ。じゃあレッツ、案内して。いかにもって感じだな。うん。はっきり言って、足手まといだし。なんかいいもんだな。じゃあレッツ、行ってくるね。違う、キルは。もういいよ、お前は俺には逆らえない。そしていつかその友達。指示とは違うけど。裏切ったのは俺の方じゃねえか。あいつと初めて会ったのは。キルアの匂いを追ってきたんだ。分かったよ。列の目の持ち主が多分面影。お前それで自分の目を。おい、決着をつけに行こう。だが私のコレクションの一つにはふさわしい。この術を完成することができたんだからな。どうする、ゴンとクラピカは目が見えねえし。よし、じゃあ行くか。ゴンのまっすぐな瞳もらうため。キルア、新しい友達ができてよかったね。お前は私の思い出の中のパイロでしかない。
ヒル、お前が唯一喜びを感じるのはなぜなら、お前は根っからの人殺しだから。俺となら一緒にやれる。ああ、やったね。ああ、でもそれを分かち合える友を得た。悲しみは生の証。正義の味方気取りか。お前らは私のコレクションになるのだ。チェーンテール。俺とキルアで何とかする。どうやって。自らの生ぬるい血で溺れ死ぬがいい。お前の美しい目が生き続けられるのだぞ。列を苦しめ続けているんだ。列に今後一切の念能力の使用を禁じる。死んだも同然だ。答えはノーだ。キルアが人を殺すなど俺がしてやれることは。なぜ私を。腐ったドブ川のように。そら、おめえとはきっちり型をつけてやる。雲の中に団員ナンバーが刻まれている。私がお前を殺す。ボンたちの勝利が決まる。さっさとそいつを片付けて次の野郎を出しな。どういうことだ。死ぬかするまで戦うと決めたはずよ。俺もそう思う。そうかい。すでに戦意を失っていた相手を彼に任せる。はぁ、あんたが嫌なら俺がやってやるよ。これは一対一の勝負。他人の迷惑も考えろよな。よし、なら挙手で決めようぜ。さっきクラピカに一緒になって説教したじゃねえか。起きるまで待とうよ。おい、多数決はみんなの意見を聞くもんだろ。たく、なんだってんだ。バカが完全にはまってやがる。少数派の意思を抹殺する危険な制度だ。そしてチームの崩壊。なのに奴は試験のムードに飲まれ、やってはならない挙手で決めようとしやがった。特定の人物と意見が対立し。以来貴様を殺すことだけを考えてきた。それを逆恨みって言うんだ。あらゆる角度から無数の刃が貴様を切り刻む。なら止めちゃえばいいんだよね。思ったより簡単なんだ。所要時間6時間17分。もしかしてあいつもう死んでるんじゃないの。遠くてこっちからじゃよくわかんねえな。あれから何時間経ってると思ってるんだ。彼が生きているか死んでいるか。時間をチップ代わりにね。どちらかの時間がゼロになるまでかけ続ける。そっちがゼロになったらゲル希少性に反対ができればと呼ばかがだ。分かった。シャバは何も言わない。どちらになったんだっけ。話すか。このままずっと目覚めないかもしれない。死んでるように生きてるから起きないから言ってるだろ。ロータソケを人としていまさしのなかったね。すぐに言いとくだぜ。起きなくていいのか。意味しばすそれ愛が輝くことがない。生きることを締めために行くだけで。そしてなんだと思ってやがった。勝負は俺の負けで結構だ。これでも医者志望なんてな。勝負自体は2勝1敗でこっちがリーチだ。レルートが出す次の問題とは。起きてるよ。話すな。2勝1敗でこっちがリーチだ。
リーチをかけたゴンたち。それとも浅知恵がバレておじけづいたか。めちゃくちゃ可愛いじゃねえか。どうしたの？何か問題でもある？構わねえけどよ。体を。それとも俺にとって美味しい選択。残念ね。私は女よ。レオリオの勝負傾向を読んでるぜ。まるっきりギャンブルの才能がねえってことだ。さあ、次はあなたが出題すれば。もし次の賭けに負ければ2勝2敗の問題なんてすぐには浮かばねえし。そうだ、レオリオ。あ、10代また難しいものを持ち出してきたな。グルメ旅行をゲットしたしな。賭ける時間は私の自由よ。それとそれだけ自信があるってことか。実はとても奥深いゲームなんだ。負ける確率はぐんと上がる。やってみればわかるわ。でももし本当だとしたら。本当だ、よくわかったね。運さえ出しときゃ勝ちか愛子に持ち込めるもんな。それがどうしたの？ほら見ろ、わざと愛子にしたに決まってるじゃない。でもくそ、前と同じ手を出すか。自信を回復しようとして。だから彼女はパーを出せば負けはない。ねえ、チョキ。いやいや、さらにその裏を書いてチョキ。しかも賭けに負けた分のチップ50。今回は何も言い返さないでおいてやるぜ。俺の相手は死ぬしかないのだから。最後の勝負だ。んじゃ、行ってくるぞ。どんな勝負になるか分かんないうちから諦めんなよな。やつも餌食になっちまうとはな。かわいそう、まだ若いのに。ザバン氏史上最悪の大量殺人犯だ。その遺体全てには共通項があった。久々にシャバの肉をつかめる。キルア！試験も御社も俺には興味がない。俺様がこの手でバラバラ。俺のなあ、君たちの勝ちだ。あいつ、そこを通り過ぎると小さな部屋がある。君はすでにゴールしていると思ったよ。相手の心臓を瞬時に奪っただけど。爪がすごっ。頼もしい限りだな。ないか、部屋の中探してみようぜ。この小部屋で過ごすことになったゴンたち5人。72時間で12時間27分。俺たちがここで50時間過ごしたら時間は72時間もあるんだぞ。その考えは甘々の甘ちゃんだ。運のないやつが一緒じゃな。なんだと？ま、ない50時間も無駄な時間を食わされたんだ。あんたになる気もねえやつがほざくな。何やってんだ。ごめんごめん。くせえ！さあ、目が覚めちまったぜ。うん、魚の気持ちになるんだよ。見てなって。よっ。へい、どうだ、釣れただろう。うん。残り時間を静かに過ごしたいだけさ。所要時間30時間4分。いずれ手合わせしたいものだ。まだ10時間もあるのか。あと1分。ああ、怒り
ミレージュ。先に進むんだから開けるに決まってるじゃねえかよ。俺が間違って押しちゃったんだよ。前から疑われるような真似してきたからだろ。足止めさせられたと思ってるんだ。俺が押し間違えたのが悪かったんだし。え、本当？心の準備だと。5人で行けるが、長く困難な道も攻略に45時間はかかります。伝えた手錠に2人が繋がれた時点でありとあらゆる武器を揃えてくれてるぜ。ただしここに残る気もね。5人とって残るっていうのが筋だろう。せっかくここまで来たんだから5人で通過したい。ゴン、選択肢は一つだけだ。お前とその中に残るつもりだけど。あるもんか。すでに意味なしだ。どうする。ああ、長かったな。今ここにいる19名で終わりだな。71時間59分。それにしてもギリギリだったね。71時間59分。長く困難な道から入って武器を使えば壁が崩れることが分かったからね。お前のすごいところだ。たとえ仲違いがあってもこれから始まることを、ゴンはまだ長く試験を通過した24名の受験者が ゼビル島にて行われる。それで一体何を決めるんだ。今残っている諸君らの受験番号が入っている。次、俺ね。このメンバー同士で戦えってこと？なんだかよくわからない。カードは各自自由に処分してもらって結構。プレートを奪う手段は何でもあり。いいか諸君、最終試験に進むために第4次ハンター試験のクリア条件。私ガイドを務めさせていただきます。無条件招待の権利が与えられます。新規育成は皆さん船の旅をお楽しみくださいね。俺は容赦なくお前を狩るぜ。ああ、そりゃそうなんだが。よ、キルアは？内緒。俺もキルアじゃないよ。44番って。他のやつの番号なんか全部覚えちゃいないもんな。グン、え、何？俺に勝ち目はなかっただろうけど、そう思うと確かに怖いけど。生き残れよ、ゴン。早い人から順に下船していただきます。滞在時間はちょうど1週間。チェックできるかな。2分経過。21番の方スタート。2分経過。22番の方スタート。いいよ。受験者だ。前の人を狙ってるんだ。安心しな。水場はすぐそばにある。獲物に近づき木を伺う。あらかじめ矢に毒を塗ってあった。あれしかない。奪う。どうしたって一発勝負。よし。規則正しく揺れてるだけの的だと、密かが避けることも考えなきゃね。密かからプレートなんか奪いっこない。1回や2回でうまくいくはずないもんね。一体これ誰の番号だ。よし、明日こそ。そうか、あったぞ。そこを狙うんだ。狩られるものであった。